こんにちは、プロスパージャパンです。今日はですね、ソニーですね。ソニーのですね、レコーダーです。BDZ-ET1200 というタイプですね。今、テスト用のクイーンのですね、ライブ模様をこうやって、上映しております。ちょっと音源の関係があるんでですね、これちょっと、ずっと流すわけにいかないので、今ちょっと止めました。はい。事前テストをしております。でテストしてですね、梱包状態であったんですが、もう一度発送前の作動確認が必要なので、今、作動確認しております。はい。これ YouTube で流すのでですね、著作権の関係あるので必ず注意を受けるので、今ちょっと止めましたけど、作動には問題ないです。はい。リモコンもですね、こちらの方がつきますので、こちらで、使用していただきます。短いですが、テスト動画以上になりますね。はい。ブルーレイも、普通の DVD も使用することは可能です。はい。必ずですね、他の動画でも説明してますけど、メディアですよね。これに関してはですね、メディアに関しては、各メーカー、量販店に行っても言われると思うんですけど、誤証メディアの問題でですね、ダビングできない時とかですね、再生できないということは実際あります。これ何度も言いますけど、ネットで調べてもらえば分かりますけど、これはあるんですよ。で、今回ダビングが、データを記録されるのか分からないんですけど、目的はですね。その際にですね、DVD、訳サイですけど、そのディスクがですね、量販店で買ったメーカーもの、例えばソニーだとしましょうか。ソニーのものだからといって 100% それで焼いたりですね、ダービングができるかというと、それはね、言えないんですよ、正直言うと。実際僕もそうなんですけど、自分がメーカーのものをちゃんと買ってですね、用意してテストするために焼いたりしようと思ったんですけど、やっぱりできないのもあるんですよ。例えば10枚のうち数枚できるとか、全部はできないということはありまして、もう基本的にその日本メーカーじゃないんでね、もうやってるのが、製品にばらつきもありますし、そこに関してはですね、皆さん、いろんなところでもネットにも書かれてますけど、ご了承いただかないとちょっと、対応できないですね。なので、あくまでも、テストするときは間違いなく同じものを使ってますので、製品、商品に誤作動がないためですね。そのために、ちゃんと作動確認しているわけなんで、ご自身の、使用したものが再生できないとか、使えないというのは、それはもう保証対象です。ここにも書いてあるんでね、毎回。はい。もう開けた時に書いて見えるようになってるので、レンタル商品もそうだし、販売の商品も一緒ですね。そこに関してはちゃんと注意書きがあるし、事前にも、商品ページにも記載があるんで、そこはよく読んでですね、お互いトラブルがないようにしてください。壊れたものを販売してるわけじゃないんで、実際時間かけて修理、整備したりとかですね、作動確認とかしてるわけなんで、うちもそのお店として長くやってる以上はですね、こういうことを、時代の流れでいろいろやらなくちゃいけないもんですから、動画配信して、お客さんに見てもらうためにやってるので、どなたでも見れるようにしてます。はい。なので、必ずですね、使用して、電源が入れないとか、動かないときはですね、設定の方がいけないのか、実際何かの問題で輸送時で壊れたとかはゼロではないので、そういうときはですね、連絡もらってもいいんですけど、ご使用のメディアが問題で使えないというのは、これはもう、申し訳ないですけど、対応はできません。はい、もう15年以上やってますけど、その間にですね、数多くそういうトラブル、数多くといってもですよ、年にどうでしょう、1回か2回ぐらいですけどね、はっきり言うけど、そういうトラブルがあったのは、メディアで、あとはその使い方でトラブルがあったのは、ちゃんと電話とかで対応して、設定方法とか説明してですね、全部ちゃんとしてますので、電話いただいても構いませんが、頭からその壊れてるとか壊れてるものを送ったっていう判断はやめてください。ちゃんとテストしてるので時間かけて、はい、
なので5省メディアで不具合等はどこの、中古店扱ってるお店でもそうですけど対応できないです。はい、よろしくお願いいたします。